はい、皆様こんばんは。スマートシティインシティトゥートの事務局を担当しております土屋と申します。本日もウェビナーご視聴いただきまして誠にありがとうございます。長梅雨が続いておりまして、なかなか梅雨明けもしませんし、今日もですね、コロナの感染、東京は238名ですかというような状況で、厳しい状況が続いておると。ということでございます。4連休を前にして、本当であればですね、非常に楽しい、あるいは、本来であれば明日が東京オリンピックの開会式ということで、これから一気に盛り上がるはずだったんですが、なかなかそういう状況でなく、こうステイホームという状況が続いているかと思いますが、そんな中で少しでも役に立つ情報をということで、このウェビナーも継続させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それで今日でございますが、本日はウェビナーの中でですね、新しくスタートしてますスタートアップシリーズの第5回目ということになります。本日はですね、テーマとしましては行政サービスを ICT 化でリデザインするというテーマで、CI インクの代表のですね、園田様にゲストとしてご登壇いただいております。園田様、どうぞよろしくお願いこんにちは。よろしくお願いいたします。します。お願いします。それからこの、スタートアップシリーズにつきましてはですね、三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングで、リープオーバー事業を統括しております杉原様にもご登壇いただくと、ホスト役ということでご参加いただいております。杉原さん、よろしくお願いします。リープオーバーの杉原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは本日もですね、いつもの通り、園田様ゲストのプレゼンからスタートしたいと思いますが、皆様に最初にお願いでございますが、後半のセッションでですね、皆様からのご質問についてもお受けしながら、お答え質疑応答ということで進めさせていただきますので、ぜひいろんな質問、ご感想をチャットの方でお寄せいただければと思います。で、チャットを入れる際にですね、チャットは画面の下のところに、カーソルを動かしていただくとチャットというのが出てきまして、それをクリックすると開くんですけども、チャットの送り先をですね、すべてのパネリストおよび出席者というプルダウンメニューがありますので、こちらを選んでいただいて、チャットを入れていただくと、視聴者の皆様、パネリストだけじゃなくてですね、視聴者の皆さんは全員に見えますので、その方が皆さんのですね、お話が盛り上がるし、また楽しい会になるかなと思いますので、ぜひご協力をお願いしたいというふうに思います。はい、それでは前置き少し長くなりましたが、ここからウェビナー、スタートということで、まずは CI インクの園田様からですね、ご提供されてますアズカルコちゃんというサービスのですね、ご紹介と取り組みについて、お話しいただきたいと思います。それでは園田様、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。画面の方は大丈夫でしょうか。はい、大丈夫ではい。す。それではよろしくお願いいたします。私ですね、今回は行政サービスを、そのうち病児保育というものを ICT 化を進めております。その時のですね、私の考えであったりとか、学びであったりとかですね、どういうふうに解決していくのかみたいなところを少しシェアさせていただければなと思っております。今日は2部構成で少しご説明させていただければと思いますので、前半では病児保育と ICT 化について、後半ではですね、私創業4年目になりますが、どういうふうに選択してきた解決法があるのかということをシェアさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。まず私の簡単な自己紹介なんですが、子どもとお産がすごく好きで産婦人科医になりました。その後、大学院で公衆衛生を学んで、その他学会の仕事をいくつかやってきました。現在はデジタルハリウッド大学院というところでデザインやエンジニアリングを学んでおりまして、あとちょっと特殊なのは、生育医療と協議会というところで、国の検討会の委員をさせていただいたり、スパイカ親子21という国民運動の幹事を拝命させていただいているというところが少し変わった点かなと思います。で、一番は病児保育の研究者として、調査研究や自身で事業を作っております。私のビジョンは、安心して産み育てられる社会を作ることです。このためにですね、子どもと育児に関わるすべての人が笑顔になる、そんな事業を作りたいと思っております。なぜそういう考えに至ったかと言いますと、私が医師としてですね、特定妊婦さんという方と臨床でですね、お会いすることがありました。
他の方よりも、虐待をするリスクがある方を特定妊婦さんと言いますが、まあ、従来の望まない妊娠をされた方や、まあ、自分が虐待を受けた経験がある方、そういった方や精神疾患を持たれているような方は、まあ、他の方よりもそういったリスクが高くなります。そのような方ですね。でその他にも、まあ、一人での子育て、産後うつ、こういった課題を、まあ、医師として感じておりました。まあ、その時にですね、私はじゃあ何をしたらいいんだと、最初大学院で、本分野のですね、調査研究やっていたんですが、社会に対してどのように関わりを持てるのかなと思って、まずはお母さんたちにヒアリングをしました。まあ、子供の風邪のような軽症で結果仕事を辞めましたという方に何人か出会いまして、まあ、これは皆さんにとって社会に説法かもしれないんですが、少し共有させてください。まあ、突然の子供の病気でですね、仕事休むお母さん申し訳なく感じて、職場の同僚はですね、まあ、内心結構辛いと。上司の方もですね、優しい言葉をかけてくれる一方で、まあ、いつ休むかわからないので大事な仕事頼みづらい。どうしても職場にはですね、このような、まあ、離職、生産性の低下、キャリア支援の失敗、さまざまなリスクが存在しております。まあ、この状況ですね、まあ、みんな悪くない、けどみんなしんどい。調査で働くお母さんが最も困ること、子どもの急病時の仕事の調整、これ10年前も1位でした。こういったお子さんですね、風邪のお子さん、保育園が預かってくれないお子さんを病児と言います。病児のお子さんを一時保育してくれるのが病児保育施設です。少しビジーなスライドですが、一番左、病児病後児対応してくれる、今日お話しするのはこちらになります。原則市内のお子さんであれば、まあ、どの保育園行っていても、まあ、うち来たらお預かりができますよというのが病児病後児保育ですね。真ん中の体調不良児というのは、いつも通っている保育園に保健室があるようなイメージで、他の園のお子さんは来ないよと、さらに、日中調子悪くなって保護者の方をお呼びする、そういうことを防ぐために、初日だけはお預かりするんですが、明日からは、ごめんなさい、来れませんよっていうのが体調不良児対応、これが今急激に増えておりまして、まあ、3万ぐらい、ある保育園、幼稚園の中に保健室を持った場所がどんどん増えております。最後が、一番右、訪問型ですね。フローレンスさんというところが非常に、メジャーかなと思いますが、そういったお家に来てくれるよっていう、スタイルです。で少し時間軸で見ますと、いつも保育園に行っているお子さんが調子悪くなって回復して保育園に戻るまでの、まあ、急性期から最後まで、対応できるのが病児保育施設、状態が安定した回復期であれば来てもいいですよっていう病後児保育施設があります。急性期対応は医療機関併設型が多くなりますし、回復期の病後児保育は保育園併設型が多いという特徴があります。なおですね、体調不良児対応は、調子が悪くなった初日だけということになりますし、訪問型ですと一般的には、まあ、急性期から回復まで対応することが多いかなと思います。で、病児病後児保育施設ですね、トータルとしますと半分ぐらいが医療機関で、4割が保育園に併設された、先ほどお伝えした保健室ですね、が2部屋、3部屋ある、そういった場所をイメージしていただければと思います。こちら実際のですね、風景でして、1人の看護師さんが2人のお子さんをケアと保育をしている場面ですね。本当にですね、保護者にとってもお子さんにとっても、まあ、安心できる素晴らしい場所です。私自身ですね、最初は、まあ、産婦人科医で女性の就労支援って素晴らしいなと思って病児保育施設を伺わせていただいたんですが、まあ、現場で行われていたのは、まあ、子ども支援や子育て支援でした。まあ、そこにすごく感激をしまして、まあ、子ども目線で、すごく大事な場所なんだなっていうことを感じました。ただしですね、まあ、あまり利用されてないっていうのが現状です。理由の一つがですね、使いづらい状況です。こちらが病児保育のフローになりますが、このフローの中にですね、これだけ多くの紙書類が存在しておりまして、未だに9割以上の施設が電話予約を取っております。例えば一番左の事前登録を、敷いている自治体さんですと、大体、ターゲットの5から 20% ぐらいの方しかそもそも登録ができていないっていう現状があります。スタートラインに立てていないんですね。そういったところを我々はスマホで現場の施設と保護者の方をつなぐ、そういったお手伝いをするような仕組みを作っております。今ですね、実装しているもの、あとは今後実装するものの機能、こういったものがあるんですが、1年後の世界を踏まえてですね、少しご説明させてください。
ぜひ想像してみてください。家に帰ったら子供が発熱、明日はどうしても大事な会議があります。そんな時に我々のサービス預かる子ちゃんというのをスマホで開いていただきますと、一つ目の機能、見える化です。自宅からの空き状況がまず見えます。二つ目、複数施設の予約で、まあ、家の少し離れたところで確定して安心して朝を迎えます。すると病児保育、非常に特殊なのは当日の朝3割から7割がキャンセルになります。子どもの熱が下がって保育園に行ける、非常にポジティブな理由なんですが、現場はキャンセルの繰り上げ作業で大慌てになります。これを我々の方で、まあ、最適なマッチングをしていく、こちらが我々の1年後に目指している世界観です。で、私たちのサービスはですね、施設と 病気のお子さんのマッチングではなくてですね、実は施設の中にある部屋と、病児お子さんのマッチングになります。こちらですね、同一エリアに2施設あった場合を、想像していただければと思います。定員4名、定員10名で、まだ1人、4人それぞれ、お預かりすることが可能なはずなんですが、ここで水疱瘡のお子さんが利用したいとアプローチをしてもですね、入れる部屋がないんですね。理由はですね、青の疾患というのは隔離対応が必要な疾患ですので、一つの疾患は一つの部屋で一つの病気しか見ることができないんですね。赤の疾患は一般保育が可能ですので、複数の疾患を一つのスペースでお預かりすることは可能なんですが、水疱瘡は隔離対応が必要ですのでお預かりができない。そんな時に、例えばインフルエンザのお子さんがですね、どっちの施設でもいいよという場合には、このように集約化をして水疱瘡のお子さんをお預かりできるようになる、こういったモデルで我々特許を取得しております。これはまあ先ほどお伝えした1年後の世界として、先ほどの、まあ、複数施設、複数の部屋とのマッチングをするんですが、まあ、今すぐにでもできることが実はあります。例えば水疱瘡のお子さん、今定員4名の施設、アプローチしてもお断りをされてしまうんですが、隣の定員10名の施設であればお預かりができます。これは施設間で情報共有をする、あるいは最初からですね、保護者に見える化をすることで実現できるかなと思っております。続いてオンラインの問診ですね。こちらが実際のプロダクトの、動画になるんですが、このように LINE から入って施設を選択すると、その日の空き状況がもう見える化をされておりまして、お子さんを選択して問診に回答していく。我々医療者がリッチなチームですので、医療者が適切であるものを施設と相談しながらこのように作っております。これによってですね、まあ、紙書類をなくしていくっていうことを目指しておりまして、幸いですね、今年の4月にサービスローンチをすることができました。こちらが実際に今動いているものの、まあ、デモ画面になるんですが、このようにですね、契約いただいているところであれば空き状況が地図上からパッと一目で分かって、そこから予約に進む、そのような仕組みになっております。利用者の方からですね、非常に、喜びの声をいただいておりまして、まあ、施設の方からもですね、まあ、予約の電話が減って保育に集中できるようになったと、まあ、保護者の方も利用しやすいと言ってくれてすごく嬉しいですというようなことをですね、喜んでいただいているのはありがたいなと思っております。こちらがビジネスモデルになりますが、利用者は無料で、施設あるいは市区町村からシステム利用料をいただくモデルです。非常にここは特殊だなと思いますので少しご説明します。病児保育は市区町村の委託事業で、委託を受けるのが現場の医療機関、まあ、クリニックや病院やあるいは保育園となります。ですので運営主体である市区町村と組むっていうことが我々のゴールだなと思っています。例えば世田谷区であれば11施設病児保育ありますので、もし世田谷区さんと一緒にできることになれば、世田谷区の11施設すべて区民の方は我々のサービスを通じてですね、どこが空いているのか見える化ができて、予約申し込みもできる。さらにですね、紙書類のオンラインデジタル化というのは施設との契約だけでは実現できませんので、ぜひ市区町村と一緒に、魅力あるですね、子育て世代の方に魅力あるまちづくりをぜひ一緒にやっていきたいなと思っております。この後少しですね、病児保育の外部環境についてお伝えできればと思うんですが、病児保育というのはですね、まあ、毎年100施設以上新設されておりまして、利用人数も右肩上がりで年間まあ70万人近くが利用されております。ただですね、冒頭でお伝えしたように3割利用されていて、まあ、7割空いているっていうのが残念ながら現状となっています。
監督官庁が厚生労働省なんですが、昨年度目標は150万人というですね、高い目標を掲げておりました。実際じゃあ何人が利用したいのかっていう潜在ニーズですね、私も研究をするものですので調査したところ、年間延べ1500万人ぐらい、今の20倍以上のニーズが本当はあるんじゃないかというふうに考えております。ではですね、使いやすく本当に課題解決できるのかという点で、全国調査を行ってみました。お子さんがいらっしゃる就労女性300人の調査なんですが、病児保育利用経験ある方たったの 12%、 9割近くの方利用経験がないんですが、その方々にですね、病児保育のこと知ってますかと聞いてみると、全く知らない、名前しか知らないという方が 75%、 このような結果でした。つまり現場ではですね、病児保育を知らない、諦めたという潜在顧客がほとんどです。そこで我々はですね、ホットペッパービューティーさんやスーモさんのような、我々のサービスにアクセスしていただければ、病児保育のこと何でも分かりますよっていうような、そういったサービスに今、来月再来月でしていく予定となっております。で、現場のですね、保護者の方と施設の方をつないでいく、そういったサービスにしていきたいなと思っております。我々のサービスですね、本当にこれ実現できるのかというところで、現場の施設と一緒にやっていますというところですね、それが一番強みになるんじゃないかなと思っております。まずですね、我々の、預かる子ちゃんというサービスの着想はですね、全国病児保育協議会の会長である大川先生から着想をいただいておりまして、現場の施設と一緒に作っているというのは非常に、強みかなと思っております。私たち病児保育のですね、プラットフォームを作っていこうと思っているんですが、その先でですね、保育園との連携、それを市区町村、病院、企業とやっていこうと思っております。ちょっとお待ちくださいね。またですね、我々病児保育のですね、ことだけではなくて、ぜひ子育て支援すべてをやりたいなと思っております。ですので、市区町村と組んでですね、組めた際には病児保育だけなく一時保育、学童保育、医療的ケア児など幅広くぜひやっていきたいなと思っております。またですね、病児保育という軸にぜひ、企業を巻き込んでいきたいなと思っておりますので、ぜひ今後ですね、産官学の連携を進めていく際の、企業連携というのも意識していきたいと思っております。ということでですね、前半部分としてご説明させていただきました。続いてですね、私がですね、選択した解決法ということで後半、お伝えできればなと思いますが、幸いですね、2017年にスタートして今4年目になりまして、途中でクラウドファンディング1000万以上のですね、ご支援いただくなど、一見ですね、すごく順風満帆に見えるんですが、この風っていうのが一つあるかなと思いまして、裏を返すサービスリリースまで我々3年かかっております。その中で得たですね、学びというものと、あとはそこからの課題解決の方法としてご提案したいなと思っているのが、産官学の連携になります。我々がですね、まず産として考えてきたこと、自分たちのプロダクトですね、スタートはですね、ぜひいいプロダクトを作りたいなと思って考えていたんですが、実際ですね、理想の体験をデザインしようと考えたときに、これが結構間違いだったなと今振り返ると考えております。なぜかというと、ステークホルダーにとってですね、理想というのがそれぞれ異なるという現実があります。しかもですね、病児保育施設というのが非常に、バラエティに富んでおりまして、施設ごとで運用ルールが異なっていましたり、クリニックと保育園では全く違う課題感や解決を求めていたり、あるいは市区町村ごとでですね、全く考え方が違っている、あるいは施設への委託料のルールが異なっていたりですね、種々の違いがありました。そういったところのですね、解決策を、理想的なものを我々ユーザーファーストで提供したいなと最初思ったんですが、そうするとなかなか広がらないという課題に直面しました。というところで、それぞれの施設、どの施設でもちゃんと課題解決ができるようなご提案をできるようなシステムをですね、かなり柔軟なように
カスタムリッチな形で提供しております。当初はですね、画一的な、理想の形として作ったものを一度、完全に捨てて今作り直したものを提供しているっていうのが現状です。あとシステムだけではなくですね、コンサルティング機能を、今我々持っております。システム導入の時には他の施設さんではこういうやり方をしているのでどうですかといったオペレーションのところまで踏み込んで提供させていただいております。それによってですね、他の自治体施設の取り組みのシェアや、あと保育園さんであれば医療的なところを提供するっていうところで強みになっているかなと思っております。で続いてなんですが、より上流にアプローチをするっていうことが、その3年間の中で見えてきたことでした。実を結んだ一つとしてはですね、やはり現場としては ICT 化をするっていうことがやはり大事なんじゃないかということで、厚労省の方にですね、提言をさせていただいて、補助金導入の補助金という制度、これはもちろん我々だけではなくて、予約業務をシステム化するっていうところには皆さん補助を受けられるという形になっておりまして、非常に重要な取り組みだったかなと思っております。あと今日ですね、健やか親子21の幹事会の、初回が行われたんですが、こういった健やか親子、小児科学会、産婦人科学会、あるいは医会とのですね、連携、医師会との連携であったりとか、生育医療と協議会というものに今参画させていただいておりまして、こういったですね、国の動きに合わせたもの、あるいはアカデミアとの連携であったり、ステークホルダーとどういう理想の子育て支援をできるのかっていうところを、議論しながらやっていくっていうのが非常に大事かなと思っております。でやはり市区町村が運営したいですので、実際 ICT 化をするっていう時にネックになるのはお金の話です。実際 ICT 化するのに予算をじゃあどうやって取っていくのか、それをやった時に本当に効果あるのかっていうところで、やはり補助金がじゃあそもそもどのようになっているのかっていう制度を学ぶ必要が非常にあるなと感じたのがこの3年間でした。皆さんにもぜひ少しシェアできればなと思うんですが、病児保育の運用ルールはですね、1年間で500万円基本分という形で、施設に、支払われる構造になっております。さらに利用人数によっての加算分ですね、このような形で、200人ごとで200万円ずつ加算がされるという階段上で上がっていきます。例えば、年間750人利用の場合ですと、基本分プラス、600人から800人のレンジ、790万円の合計1290万円が支払われる、こういった仕組みになっております。病児保育施設、例えば年間利用が 50% ある施設で750人利用の場合には1290万円、これをですね、国と県が3分の1ずつ市区町村にお渡しをして、市区町村が3分の1の上乗せをして施設にお支払いをする、こういった流れになります。ではですね、施設としてはこの1290万円を受け取るだけになるのかというと、利用者からの利用料が1日例えば2500円ですね、これは自治体によって異なります。無料の施設もあったり、あるいは5000円ぐらいの利用料のところもあります。ばらつきがあるんですが、だいたい2000円から2500円で、例えば年間750人利用すると190万円、合計すると1480万円になりますが、実際施設はですね、人件費含めていろいろな経費がかかりますので、本当にこの金額が妥当かっていうのは、制度設計を考える上で、再度考える必要があるかなと思っております。実際ですね、補助金がないとですね、閉室をしてしまうところ、実際補助金を受け取る額が少なくてですね、閉室してしまうところ、残念ながらあります。じゃあ、このようにですね、持続可能なモデルになってないよねっていうところに、市区町村はどのように考えているかといいますと、あくまで厚労省が示しているのは大枠になりますので、最終的な、ルールというのは市区町村が決められます。ですので、厚労省モデルを使う、市区町村以外にもですね、あまり利用がなくても、ある程度お金をちゃんと受け取れるような重量制でやっていらっしゃるところ、あるいは100人でも1000人でももう利用料は一律同じですよというような形で、定額制でやるところ、こういったパターンがあります。それぞれですね、メリット、デメリットあるかなと思いますが、こういったですね、市区町村は、施設に対していくら、委託料を払うかというのは、自治体ごとで異なっております。で実際の事例なんですが、利用率が 20% と少ないところですね、
定額制で行われている市区町村の事例を見ますと、年間300人の利用に対して、市はですね、真ん中の市は左側の病床保育室に、1600万円、委託料を支払っております。定額制で払っているんですが、300人の利用ですと、厚生労働省のモデルだとですね、補助金としては900万円ちょっとぐらいにしかならないんですね。すると国と県は3分の1ずつ、300万円ちょっとを市にお支払いをすると。で、市はですね、じゃあ残りの差額分を出すっていうことになります。1000万円近くですね、支払いをすると、700万円近く持ち出しをする形になります。これがですね、利用率が上がって、例えば 70% まで増加した場合にはですね、年間の利用人数が1000人、そうすると、補助金もですね、もちろん増えまして、国と県から補助金が増えると。そうしますと、市の負担というのが非常に減ってくる、こういったことになります。ですので、この浮いたですね、費用でぜひ ICT 化をしていただけませんかっていうような、僕らの説明の仕方をする自治体もあります。こういったですね、ことをですね、踏まえて、やはりじゃあ実際導入した後に本当に効果があるのか、そういったところを、アカデミアと連携してやっていく必要があるかなと思っております。まだですね、実際実証実験としての取り組みは、行えてないんですが、今お話したようなですね、現場ではどういった課題があるのか、それに対してのアプローチのことを、学会発表したり論文を書いたりですね、こちら今投稿中のものですが、病児保育が今どのように、分布しているのか、都道府県ごとのこれは格差を、分析したものなんですが、こちら施設数になるんですが、5歳未満、病児保育を一番使う年齢の5歳未満人口1万人当たりの施設数というのを計算してみました。するとですね、関東で病児保育施設実数は多いんですが、実は、数は少ないと、こういったことが分かりました。その他ですね、財政力指数との相関を見てみますと、財政力指数の高い市区町村はやはり市の委託している施設数は正の相関で多いということが分かってはいるんですが、先ほどの5歳未満人口あたりで調整をしますと、実は逆相関を取っております。つまり、お子さんの数に合わせた適切な施設数というのは実は財政力指数の高いところほど満たせていないということになります。こういったですね、実際の現場で何が起こっているのかっていうところをしっかりと記述する、学術的なことを踏まえた上で、エビデンスベースなポリシーメイキングにつながるようなですね、アプローチっていうのを非常にやっていく必要があるんじゃないかなと思っております。非常にちょっと駆け足の部分もあったかなと思うんですが、私は3年間ですね、やはり自分たちのプロダクトだけで解決する、そこもですね、理想の形だけではなく現場に寄り添う形でどのようにプロダクトを、提供するのかっていうところを非常に学んだところがありましたし、今制度のところを含めて現場で実際何が起こっているのかっていうところは、官庁と、官ですね、市区町村あるいは現場の方と、ヒアリングをしながらですね、つぶさに分析をして、それを、アカデミアと連携していくっていうことが非常に大事だなと思っておりますし、ぜひそういった取り組みに関心を持たれている方がいらっしゃいましたら、一緒にやれればなと思っております。はい、ということで、30分ちょっと早いんですが、私のあずかる子ちゃんのサービスおよび、学びのシェアとさせていただければと思います。ありがとうございました。はい、佐藤様どうもありがとうございました。非常に完璧なプレゼンといいますか、完成度の高いプレゼンを聞かせていただきました。繰り返しになりますけど、視聴者の皆さん、ここから質疑応答に入りますので、ぜひいろんなお気づき、感想、それから聞いてみたいことあればですね、お寄せいただければと思いますけども、ちょっと場が温まるまでしばらく杉原の方から、ぜひを投げかけていただければと思います。杉原さん、お願いします。そうですね、そうです、園田さん、お久しぶりです。あ、お久しぶりしております。お久しぶり。先々週ですね、実は稲穂さんに、あ、そうですよね、いただいてまして、先々週に続いて、リープオーバーの第2期生だから2年前ですかね、はい、はい、第2期の準優勝企業
チアインク預かる子ちゃんありがとうございますということで、だいぶあの進化と当時の考えそのままにまっすぐ進んでこられているなっていうところと、その取り組みの広がりみたいなところ、さすが本来であれば我々シンクタンクがやらねばならぬようなエビデンスベースと の、うん、あの取り組みまでされていて、本当になんか感動するっていう感じなんですけど、やっぱりとはいえ多分今日来ていただいている視聴者の方だいぶ増えてきて、ありがとうございます。ありがとうございます。幼児保育自体、幼児保育って私もあんま知らなかったんですね。あの子供2人いるんですけど、はい、知らない方まだまだいらっしゃるんだろうなっていうところなんですけど、ここはなんかポータルができたことによってだいぶこう改善されてきたりとかしてるんですかね。 ありがとうございます。実際にはですね、今僕らはその保護者の方の今の体験はよくできてきてるなと思うんですが、その認知不足についてはまだあの着手ができていなくて、これからだなと思っております。で、今杉原さんがおっしゃっていただいたように、やっぱり認知不足が最大の課題で、どうやってそこを良くしていくのかっていうところについて、あのいくつか施策を考えておりまして、一つは先ほどのポータルサイトはぜひ作りたいなと思っていまして、やっぱりあの保護者の方に聞くと、病児保育そもそも知らないよっていう方がいたり、知ってるけど不安を持ってらっしゃる方が多いんですね。はい、はい、あの他の病気、他のお子さんの病気もらっちゃうんじゃないかとか、なんか病院のベッドでずっと一日過ごすんじゃないかとか、どんな人が私の子供を見てくれるのか、どんな場所なのかみたいな、やっぱり知らない、あのイメージがうまくできないことでの不安みたいなことがすごく多いなと思っておりまして、それもちゃんと解決できるような、まあ、あの情報提供にはなると思うんですが、その不安を解決できるような、ものにしたいなっていうのが一つですね。はい、あともう一つだけお伝えできればと思うのは、やっぱり自分がその子供病気の時に仕事を休んで見るべきなんじゃないかみたいな、そういうなんというかプレッシャーというか価値観で苦しんでいらっしゃる方もいるので、あのぜひそこはですね、あのそれも解決したいと思ってまして、あの僕がその病児保育施設に行った時の感動というかですね、ここってその子供のための場所だなってすごい思いまして、やっぱり僕がもし非利用者だったら、子供が熱がどんどん上がってきてすごい不安だと思うんですね。子供がやっぱりたとえ元気でも熱が39度あったら、多分保育をできなくて、あのケアが中心になると思うんですが、はい、子供って熱関係なく元気な子はいるので、活気があれば思いっきり遊びたいっていうニーズを叶えられるのは、やっぱりプロが見てくれる施設なんじゃないかなと思っていて、まあ、そういうなんていうかリアルをちゃんと伝えたいな、ポータルサイトでみたいなところはありますね。なるほど。はい、で、はいはい、でごめんなさい、もう一点だけ言うと、あのお伝えできればと思うのは、あの市区町村と組む意味って、本当に認知不足を解決のところあると思いまして、あの市と組むからこそ、その私立保育園の、まあ、例えば入園時に病児保育の登録も一緒にしましょうであったりとか、そういうそのやっぱりあの体験というか、実際にやられるオペレーションというかですね、あの手続きの中にもう入り込ませるぐらいの、そういったことまでちゃんとデザインする必要があると思っていますっていうところですね。さすが、さすが、そうですね、まあ、なんかそこまでできていくといいですよね。だからそもそもが、やっぱ私は預かる子ちゃんのシェアインクさん の、 そのビジョンとかミッションである、安心して産み育てられる社会の実現みたいなところをすごく共感してるんですけど、だから安心して産み育てられるって、こう具体的にどういうことかって、多分母親が常に笑顔で、はい、母親が笑顔だから子供も楽しいみたいな世界観だと思うんですけど、そのためにもこういったなんかあの仕組み自体がちゃんとその社会のシステムの中に組み込まれてるってことがすごい重要なのかなというふうに本当に思います。はい、思っています。でちょっと皆さんありがとうございます。いっぱいご質問いただいてるんですけど、もう一個だけ私から先に、はい、どうぞどうぞ。例えば新型コロナの影響で、はい、この病児保育施設自体で何か影響を受けたりってしているんですかね。そうですね、 ありがとうございます。実際に一番受けているのは利用人数がですね、8割から9割ぐらい減少しています。はい、それが一番 の、 あの変化ですね。なるほど、はい、すいません、あの想像
するとどんなこと、どんなのが原因、背景にあるんでしょう。そうですね、まず一つは、4月5月に限って言いますと保育園がまず休みだったので、そもそも親御さんがお家にいらっしゃるので、まあ、仮に病気になってもケアと保育がお家でできるっていうところは一つあるかなと思います。で、二つ目はすごいびっくりしたのは、皆さん風邪とかインフルエンザになりづらくなったんですね。手洗いうがいを新型コロナ予防で皆さんするっていうところで、これはいいことかなと思うんですが、手洗いうがいの大事さが分かったのと、それによって小児科外来の受診も初診の患者さんはすごく減ったっていうのがあるので、そもそも感染症にかかる方が減ったっていうのも一つあるかなと思います。あとはですね、やっぱり病児保育の先ほどこれ医療機関もそうなんですが、医療機関に行くと病気もらっちゃうんじゃないか、病児保育に行くともらっちゃうんじゃないかっていう、もしかしたらこれは不安があるのかもしれないっていうところがありまして、そこはやっぱり僕らもつまびらかにして安心していただけるような関わり方したいなと思っております。なるほど、なるほど、そうですか、なるほど。で、意外となんかいい影響というと言い方変ですけども、はい、はい、そうですね、実際そうなんです、めちゃくちゃ大事だなっていうのが、僕ら医療者が手洗いうがいしてねっていくら言ってもやっぱり伝わらないことってあったと思うんですけど、多分新型コロナが流行ったことで行動変容が、はい、皆さんされたっていうのは素晴らしいし、ちゃんと結果にもなってるなと思います。あ、確かに保育園今連れてってますけど、保育園入り口、門の入り口入ってからって3カ所ぐらい消毒液がありますね。いや、そうですね。で、実際ですね、保育園のキャパシティも減ってしまっている部分もあるなと思いまして、今まで 37.5 度までは保育園でお預かりするよみたいな、保育するよっていうところが、37度超えたらもうごめんなさいっていう保育園さんもかなり増えてるとお聞きしますので、病児保育のニーズって減ったのかなっていうと、実はそうじゃないっていう視点もあるかなと思っております。それはもしかしたら保育園のキャパシティが減ってしまったのかもしれないですし、今までリモートワークじゃなくて仕事に行くっていうところで1時間通勤があるから病児保育お願いしたら遅刻してしまうんだったらもう一度休みましょうみたいな方が、病児保育にお願いをしてリモートワークでお家でやるっていうことも増えるのかなと思ったりしますね。確かに、そうですね、それはあると思います。はい、たくさん皆さんからご質問いただいてますので、ありがとうございます。では行きたいと思います。あれ最初の質問がですね、はい、小熊様ですかね、あずかる子ちゃん自分も利用して助かっています。めちゃくちゃ嬉しいです。糸魚川市の職員ですと。いや、嬉しいですね。どの書類もデジタル化できるところありますかということですね。そうですね、書類のデジタル化みたいなところ、ありがとうございます。今私はですね、預かる子ちゃん今18施設で契約いただいてて、もう導入が済んでるのが10施設なんですが、自治体との契約っていうのはこれからでして、まさに自治体さんと契約することで、事前登録の紙を、デジタル化できる、あるいは、もう入出時の問診もデジタル化できるということになるかなと思っているので、今はまだないですね、はい、自治体とのデジタル化は。なるほど、はい、ありがとうございます。次の質問、できているところはってことか。そうですね、はい、三山さんからですね、はい、子育てと仕事を両立している女性の課題解決につながる大変素晴らしいサービスだと皆様の取り組みに感謝いたします。経営安定化を目指すには市町村との契約ですが、もう一つは企業との契約ではないかと思います。古民企業は福利厚生に入れていただき、自己負担を減らせば女性社員へのメリットになるかと存じますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。ぜひやりたいなと思っておりまして、先ほど企業との連携っていうところはまさにその企業の福利厚生として病児保育っていうものをご提供できればなと思っておりまして、じゃあそれをじゃあ実際どういう形で実現するのかっていう、企業の福利厚生たる
形っていうのを今、まあ、いくつかちょっと考えてはいるところなんですが、ぜひそこは企業との実証実験も必要だなと思っておりますので、はい、一緒にできればなと思っております。ぜひ宮野さん一緒にやっていただければと思います。ぜひはい、続いて小林さん、ありがとうございます。これに限らず補助金を前提とした事業はスピード感に欠けるイメージがあります。スケールするためには異業種含む民間企業との連携とストック型のビジネスモデルの導入が有効だと思うんですが、その考えはありますか？素晴らしい、うん、はい、ありがとうございます。おっしゃる通りでして、まあ、ぶっちゃけというかですね、僕らのスタートアップであるんですが、まだエクイティファイナンスっていうのはやってないんですね。それやっぱりエクイティファイナンスをした後に急成長するっていうのがこの領域だとかなり、まあ、難しいなと思っておりまして、丁寧にやって、まあ、通常だとこういうカーブだと思うんですが、僕らの場合は本当にこう長く潜ってどこかで急成長するっていうところで、かなりそこは長くなるかなと思っていて、今そういう戦略を取っているところあるんですが、おっしゃる通りそこの社会課題解決っていうところにもうベットするよと、それに対して支援するっていう意味での連携事業資本業務提携みたいなところっていうのはもちろんありえるんじゃないかなと思っております。はい、なんかこれあれですね、異業種含むスケールするために異業種含む民間企業との連携ってこう どんなイメージですかね。なんか小林さん、なんかアイディアあったらください。確かに、はいぜひいただきたいです。後で入れていただければ。はい、ストック型のビジネスモデルみたいなって将来的に何か考えてたりしますか？あ、そうですね、ちょっとまだアイディアベースとして考えたことはあるんですが、深くちょっと考えられたことはちょっとないですね。うん、もしすいません、小林さんアイディアいただければと思って。はい、ぜひよろしくお願いします。お、すごいいっぱいいただいてます。はい、山田さんありがとうございます。あずかるこちゃん、どこでサービス展開されてますか？全国展開は可能ですか？またその課題は何ですか？ありがとうございます。ね、全国展開ガンガン。はい、今どんどん進めております。そうですね、その次の質問にも関わるんで、ちょっとその次の質問を回すと読むと、ありがとうございます。長さんから利用料を取るビジネスモデルですが、どのようにして市区町村にアプローチし、理解を得て予算化まで至っているのでしょうか？というような話ですね。このあたりも今の全国展開というところかかる。あ、そうですね、ありがとうございます。はい、市町村独自のコツや苦労した点ということも書いて、うん、はい、ありがとうございます。まずはですね、全国展開しているのは全国展開しています。で、ただ新型コロナの影響があったので4月5月は一切営業してなかったっていうのが現状です。現場がもう混乱をしていたので、まあ、本格的には6月からスタートさせていただいておりまして、で今全部 Zoom で、営業をさせていただいているので、実は都内よりも山口県であったりとか栃木県であったりとか岩手とかですね、実は地方の方がむしろ多かったりもします。なので全国には展開させていただいてますと。で、課題としてはですね、実はあまりなくてですね、その全国展開においてはですね、どうやって現場の施設さんとつながるかみたいなところが、まあ、課題でして、例えばDM を送ってもやっぱり DM っていっぱい届くのでほとんど見てらっしゃらないっていうのが分かったので、今日のように自治体の方に知っていただく機会だったり、まあ、利用者の皆さんが施設の方に言ってくださったりとかっていうのはすごく心強くてですね、実際埼玉のところでは保護者の方が言ってくださって問い合わせにつながってみたいなところもあったので、そういうのはすごくありがたいですね。うん、なんで課題としてあげると、施設にどうやって知っていただくかっていうところはやっぱり課題かなと思います。うん、なるほど。はい。まあ、それそこの質問とかですね、自治体の方もあれですかね。自治体の方については、予算化、そうですね。いや、まあ、まだどこも実現はできてないんであれなんですけど、いくつかお話しさせていただいているところで言うと、やっぱり予算化をする時のプロセスをしっかり理解することが大事だなと思いました。やっぱり病児保育の担当の保育課さんであったり子育て支援課みたいなところがお金の管理をしているわけではないので、
じゃあそのお金を管理している部署がどうやって、まあ、納得してくださるのかであったりとか、まあ、その保育の担当者の上の方をどうやって口説くのかみたいなところをやっぱり僕ら側が、うん、あの説明者側がですね把握した上でそれも全部含めた資料作りであったり、うん、あのっていうことをちゃんと配慮しないと、あ、なんとかしてくださいよスタイルでは絶対にダメだなっていうのをあの学びましたね。さっきのプレゼンでもね、かなりあの具体的な数字でこれを入れることによって、まあ、こういうコストも増えるけど一方でこういうコストもやって、ね、結果的にトータルではあのむしろあのコスト減になるんだよみたいなことが、はい、数字で見せられると非常に説得あの上げやすいですよね、上にね。おっしゃる通りでして、なので僕ら皆さん自治体の職員の方とつながると何をするかというと、現状の利用人数といくら施設に委託料支払われているのか教えていただくんですね。それを全部分析をして厚生労働省モデルとの差分で、あなたの市区町村は5000万円持ち出されてますねであったりとか、あのそういったことを、あのもちろん1施設あたり、まあ、例えばあの500万円だと10施設持ってると5000万円ぐらいになったりするんですね。あのね、かなり高額な持ち出しをされている自治体さんってありますので、あのそれをお伝えしたりとか、あとは県に話をしに行くときに、今市はこうなっていて、やっぱり市民サービスかもしれないけど厚生労働省は市外の方も使うことを是としていますよねと、で市境の方って隣の市のサービス使いたいと思っている方はたくさんいますよね。それ調整されるのは県だと思うんですが、県としてどういうふうにサポートを考えていられますか。これ広域利用という言葉になるんですが、そういったことを県にアプローチしたりとかですね、そういうこともやってますね。はい、なんで分析大事です。大事ですよね。はい、そうですね、コンサルと提案ですよね、ちょっと、うん、あの一社でやっていくのすごい大変だなと思いながらお聞きしてますけど、はい、あとこれ塩谷さん、塩屋さんですか、お知り合いですか。そうですね、はい、佐賀のありがたいですね。ありがたいですね、本当に。あの、本当に質問法についてはやり方もあろうかと思いますので後日伝えます。いや本当ですね、ありがとうございますいや、ありがたいです、本当に。優しさようなので難しいかと思います。あ、幼児保育ではなく病診保育的な形で、親が感染して子どもは感染していない場合の預かり保育、あ、なるほど、のニーズと組み合わせたりなどできる親世代の、できると親世代の認知度も高まるかもしれないですね。確かにそうですね。いや、ありがたいですね。あの本当に今病児保育の、まあ、先ほど の協議会会長の大川先生っていうところであの行われている取り組みに母児同室っていうのがあるんですね、うん、あのお子さんを保育、あの病児保育施設でお預かりするときにお母さんも仕事を休んで一緒に学ぶんですね。病気の時のお子さんをどういうふうにケアと保育をするのかみたいなですね、あ、それ素晴らしいなと思っておりまして、やっぱりその親の育って出ていく、まあ、力みたいなものをどう醸成していくのかっていうですね、あのやっぱり医療の面ってお母さんお父さんたちってもちろんあの専門じゃないので、こういうふうに対応しましょう、見るポイントってこういうところですよみたいなところをあのやるって素晴らしいなと思いますし、今の病診保育ってあのすごく新しい視点だなと思いました、うん、そうですね、 いいですね。なんかいろいろいただいてます。まあ、はい、三山さん、ぜひぜひよろしくお願いしますということなので、つながってください。はい、ぜひよろしくお願いいたします。小林さん、VC や CBC からの出資は OK ですか？あの、もちろんあの検討させていただければと思っていて。あ、その後、薬、保険、医療品、フードとか、子どもにかかる関連ビジネスとか、教育もっていう話です。どうしよう。私も、はい、あの、これ異業種の連携の話ですね。そうですね。で、あの先ほどピッチの中の最後の方にあったのか中間にあったあのこう今後は子育てかけるコミュニティとかいろいろ広げて病児保育に限らず広げていきます行きたいですとおっしゃってたじゃないですか。はい。あのそのなんかもうちょっと広がりのイメージ具体的にご説明いただけたらなと思ったんですけど。ありがとうございます。
まずですね、一番最初にやりたいなと思ってるのは、行政が今実際やられている子育て支援の事業ですね。例えば一時保育であったりとか、産後ケア事業であったりとか、あとは医療的ケア時、デバイスですね、気管切開を置かれているお子さんを、まあ、24時間ケアを親御さんがやっているときに、まあ、レスパイトとして使う場所とかもあるんですが、アクセスがやっぱりまだまだっていうところありまして、本当に今年変わったんですけど、去年までは僕の住んでる中央区の築地、築地のある東京都中央区って、朝5時にお父さんが整理券取るために並んでたりとかしたんですね。それが今 ICT 化で少しずつ良くなってきていて、その今過渡期にあるところがいっぱいあるなと思ってまして、まあ、そういうのもまずはやりたいなと思ってますね。はい。で、あともう一個あるとしたら、我々すごく保護者の方から貴重なデータをお預かりをしていて、それをですね、やっぱり行政だと今子育て世代包括支援センターっていうところが舵取り役になっていて、子育ての相談窓口になってるんですね。でそこからいろんなところに連携をしていく時の、まあ、情報の共有の、仕組みみたいなのもお手伝いできればなっていうのは思っております。はい、そうですよね。ちなみにその、まあ、いつもこの話になっちゃうかもしれないですけど、どのぐらいのスピード感でそれを実現していきたいと思って。いや本当ですよね。まずですね、病児保育については、まあ、3年って僕は考えておりまして、まあ、今年が1年目なので、まあ、あと2年半ちょっとぐらいでやりたいなと思ってるんですが、そのスケール、要はだいぶ早くやろうと思っていまして、行政サービスとしてはですね、その時に、やっぱりエビデンスを持っていくっていうことと、あとやっぱりユーザーファーストであること、やっぱ市民の方がすごい使いやすいって思っていただけるような設計にすること、あとやっぱり業界団体ですね、学術集団、まあ、協議会が一番大きいんですが、まあ、そこにちゃんと連携を取っていくっていうところで、実現していきたいなと思っております。なるほど。そうですね、はい、本当は2年前にそのエビデンスベースのところを我々一緒にできたらよかったんですけどね、すいません。本当にぜひぜひこれからお願いします。はい、小根森さんって言うんでしょうか、なんて読むんでしょうか、自治体に提案されるときにこのサービスモデルですと自治体側の何かが削減されたりするものではないと見受けられましたので、多くの利用者や施設側の意見を集めて必要性をアピールした方が良いかと思います。ありがとうございます。いや、おっしゃる通りでして、自治体に提案するときってその担当者だったりエリアごとで多くはやっぱり市民ファーストなんですよね。市民にとっていいかどうかみたいなところがすごく意思決定に大きいので、やっぱりそういうところではユーザーファーストで、それの声をちゃんと届けるみたいなところも大事かなと思いますし、とはいっても導入するのは施設なんで、施設からやっぱり愛されてないとダメだよねみたいな方もいらっしゃるので、やっぱり施設もどっちも大事だなと思っているところですね。はい、なるほど。ありがとうございます。ございます。そうですね、僕の方からもせっかくなんで質問させて。あ、ぜひよろしくお願いします。はい、まあ、感想が一つですけど、このサービス考えるときに最初は、まあ、もうまさにいいもの作れば売れるんだみたいな発想でアプローチがなかなかダメだったと、はい、でこの SaaS のモデル、通常の、まあ、B2C のモデルとはやや違って、特に行政のサービスのリデザインというところはかなりその特殊性が強いのかなっていうのがすごい感じて、この間加古会さんの話の時にも自治体と同じようなことをやってるはずなのになんで広がらないんですかねみたいな話が、それぞれ微妙に違ういろんなものがあって、それを乗り越えるためにはやっぱそこをちゃんときめ細やく拾っていくっていうのがすごい大事なんだろうなっていう感じがしたんですが、ただ一方でこれは今後の展望ですけど、こうやって、まあ、いろんなカスタマイズも実態に合わせてやりつつ導入していくんですが、当然その先はこうそれをその中での一番効率的なモデルとか、はい、そういうことにこう修練させていくとか、そういうような方向感とかお持ちなんでしょうか。ありがとうございます。まさにですね、今までその現状、まず現状をお伝えしますと、
それぞれの施設自治体でオリジナルでかなりやられているところがあります。で、今おっしゃっていただいたように僕ら結構医学っていう、まあ、サイエンスだったら答えは一つだよねみたいなところである程度その設計ができてシンプルな一つのソリューションをしようと思ったらやっぱりそれはうまくいかなかったと。それはなぜかというとやっぱりシステムに合わせて皆さんの業務のオペレーションを変えてくださいっていう提案だったんですよね。やっぱそうではなくて、現場に寄り添った、まあ、カスタム性のある、まあ、システムが寄り添うような形で提案すると、まあ、皆さんぜひやりましょうと。でやっぱりそこで信頼を得た後に初めて理想の形というのを提案できるなと思っておりまして、例えばなんていうか、じゃあ保護者の方にリマインドの連絡するの何時がいいですかっていうのも保護者の方から、まあ、1000人聞いたらこういう答えでした、だからこうしましょうであったり、実際に保護者の方が、キャンセルしている時間はこの時間なのでじゃあその時間を加味してここで提案しましょうみたいな、そのユーザーの声とあとはリアルデータですね、実際にどういう動きを皆さんしているのかっていうのを、まあ含めて、システムに落とし込むのと仕組み側にご提案する、やっぱりこういう仕組みでやってる施設さんだと利用人数こんなに増えているのでこういうふうにしませんかっていう提案をしたりっていうのをぜひやりたいなと思っていまして、はい、なので、はい、そこ例えばですね、医療機関を受診してから診断をもらわないと予約ができないってところもあるんですね。でもそうなると使えるか使えないかわからない、とりあえず予約するために一回風邪だけど病院に行くっていうことだとどうしてもやっぱ裾野が広がらなくて、でも他の施設さんだとまず予約をしてそれで予約確定が出てじゃあ初めて入室前には医療機関受診しますっていう流れのところもあったり、もう流れが全然場所で違うので、そういったところはやっぱり利用者ファースト、データドリブンな提案っていうのをちゃんとしていく必要があるなと思っております。うん、やっぱその辺が ICT 化によってデータとして見える化されて、そうですね、それをまたうまく活用していくと、まあまあ、EDPM 的なそうですね、いろいろ打てるし、まあ、一番最適なこう、はい、ものが見出せてくると、うん、ね。いや、それが今本当すごく楽しくてですね、今表示する病名一つとっても僕ら多分こういう疾患が多いだろうっていうのを最初に出していて、残りはその他で自動変換っていう機能にしてるんですね。でそしたら思ってもいない疾患が意外と多かったりとか、じゃあそれってもうその他で入力してもらう前にちゃんと出しておいたら、まあこの10個だけで 90% 以上フォローできるねみたいな、そういったデータに基づいてユーザーインターフェースもどんどん変えているっていう形ですね。面白いです、本当リアルデータを見ながら設計を考えるのは。質問がまた、小林様からですかね。米国で妊婦さん向けのサービスと乳幼児向けサービスの連携するスタートアップを見たことがあります。本件は両輪のビジネスでつながることでスケールする可能性がありますかという。そうですね、らしいですね。妊婦さん向けのサービス、ああ、はい、産む前ってことですね。そうですね。いや、素晴らしいなと思いまして、やっぱりお子さんを子育てをする前ってもちろんですけど妊娠出産っていうイベントがあるので、やっぱりその病児保育の周知のところも実はその妊娠期から情報提供を本当はしたいなと思っていまして、やっぱり子供が生まれた後に子育てのことってもう一気にいろいろ襲いかかってくるので、もううまく考えられなくもなるっていうところが課題としてあると思っていまして、できたら妊娠期から自分が出産をした後ってどういう生活になるんだろうみたいなのをできるだけイメージできるような関わり方したいなと思っていてですね、なんで妊娠の時から少しずつタッチできるような形になるといいなと思ってますし、乳幼児向けのサービスっていうところで言うと、僕らもやっぱりデータでもうこのエリアの何歳のお子さんを持ってらっしゃる保護者の方だっていうのを全部特定できているので、まあ、その方に例えば、1歳お子さんが1歳になったら誕生日おめでとうございますと MR ワクチン打ちましょうみたいなそういうですね、僕ら親御さんたちに伴走していくコンシェルジュになりたいなと思っているので、まあ、そういう意味でより上流にある妊婦さん向けのサービスであったりとか、
あの乳幼児向けのサービスっていうのとはすごく相性がいいし、シナジーが高いなと思いますね。はい、そういうのがまさにスマートシティの、まあ、ワンストップの図書 S みたいなところで、はい、サービスがあの本当に適時適切にこう提供されていくみたいなのが素晴らしい理想像ということですかね。はい、あの本当に今回スマートシティって思い浮かべたときに、やっぱり僕ら病児保育 の, その施設の中の保育中だけではなくて、その前の予約であったり登録だったり、さらにはやっぱりじゃあ実際家から施設に行くときどうやって行くんだっけみたいなモビリティのところですね、どうやってタクシーと連携するであったりとか電車と連携するであったりとか、あのそこの全部の設計をしなきゃいけないなと思った時に、やっぱり僕らだけじゃなくていろんな方とつながっていく必要があるし、それが一つのまあスマートシティっていう枠にあの乗っかってくるんじゃないかなと思っています。なるほど、そうですよね。あのそろそろお時間もあれなんですけど、ちょっとまずは幼児保育とか安心して産み育てる社会の実現とかその辺のご質問いっぱい出てたんですけど、まあとはいえスタートアップの経営者として、はい、なんか見ていて、まあ、とあれですよね、まだお医者さんもやりながらですよね。そうですね、はい、あの当直とお産取ってるのと妊婦検診やってますそうですよね、以前なんかこうインタビューさせてくださいって言ってお伺いした時に、ね、あの当直の、ね、はい、夜の時間帯病院に行かせていただいたって本当にこうなんかその情熱というかパッションってどっから出てくるのかなって思ってるんですけど、やっぱなんかこの取り扱う課題が難しいだけに、こうやってもやっても次から次からこう壁が立ちはだかってきてるじゃないですか、この、っていう中でその続けてこられてるこう自分ってなんでだと、まずすげえもうぶっちゃけてしまうと、自分はやっぱ01が好きな人間なんだなっていうのは一つありますね。産婦人科医として働いてる時にも少し仕組みとして手を切開を縦で切開しているところを妊婦さんファーストで横切開に変えましょうみたいな取り組みをした時があったり、あと風疹が流行って先天性風疹症候群っていうのを予防のためにお産が終わった後にちょっとリスクがある方はもう打ってから帰りましょうみたいな、そういうのをやるのが仕組みを変えていくっていうところにすごいやりがいを感じる人間でしたね。であとやっぱり2個目は壁があった時にすごく周りで支援してくださる方がいらっしゃって、クラウドファンディングの時 もそういう直接的な関わりもありがたかったですし、それ以外でもやっぱりいろいろ声かけてくださる方だったり人を紹介してくださる方っていうのがかなり大事なポイントでいらっしゃってですね、本当にそこはなんていうかやっぱやり続けようと思うアクセルになりますね。やっぱ最後でも医者として続けてるのはすごい大事かなと思っていて、妊婦さんに僕やっぱりこの事業やる前より今の方がやっぱ生活のことすごい聞くようになったんですね。お仕事何なんですかみたいな感じで、やっぱりその生活を聞いてるとすごいいろいろ困ってることを言ってくれてですね、エコーやりながらそれを聞くと、やっぱりこの方々が産んだ後にやっぱり自分たちだけで子育てじゃなくて社会全体で子育てをする、まあ、その一つのピースに僕のサービスが関われたらすげえ幸せだなってなんか妄想しながら妊婦検診やったりしますねやべえ絶対やろうみたいなそうですね、まあ、とはいえ何回か倒れてますんで気をつけてそうですね、思ってるんですけど、はい、頑張りますほどほどに頑張ります、はい、はいはい、またコメントもいただいてますがありがとうございます。はい、サービス評価は重要な視点だと思います。管理はできないことですが、ユーザーにはニーズの高い情報です。サービスにする可能性がありますねということです。宮本さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、縁も竹縄ではございますが、まあ、そろそろ時間も迫ってきましたので、ちょっと最後に今日のイベントの締めっていうような感じで、杉原さんから一言あればと思いますので、最後に園田さんにまた改めて、視聴者の皆さんに何か訴えたいこととかあればと思います。じゃあ、はい、杉原さんの方からお願いいたします。あ、
はい、ちょっとさ最後のさっきが最後の質問のつもりだったんで、そうですね、先生としてもそうですし、医師としてもそうですし、経営者としても本当に素晴らしいなと思ってますので、この手 の課題って本当に、民間も、自治体公的機関もともに手を組んで取り組んでいかなきゃいけない課題かなと思ってますので、はい、このお手伝い我々が少しでもできたらなと思ってますので、一緒に頑張れたらと思ってます。はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。昨年ですね、生育基本法という法律ができました。これは子ども保護者妊産婦さんを切れ目なく支援する法律ですね。今までどうしても縦割り行政であったりとか、縦割りの、例えば産婦人科と小児科みたいな縦割りのところ、どうやって妊娠期から子どもが成人になるまで生育過程を切れ目なく支援するかっていうところ、それが法律としてちゃんとできて、今検討基本計画っていうのがディスカッションされているんですね。つまりこれって今までそのつながってなかったところがどんどんつながっていく、社会に変わっていく時代になったなと思ってまして、その時に今日の話題の、テクノロジーをどう融合させていくのかっていうところの、コアは産官学の連携だなと思っています。それをですね、ぜひそのそれぞれの方が産官学で連携できるように、ぜひフラットな構造でエコシステムが回るようになればいいなと思っていますし、そういった仕組みに皆さんで関わって、一緒に僕も関われたなと思っております。で、最後すげえ宣伝みたいになるんですけど、その健やか親子21っていうのがあって、それがまさにですね、そのアカデミアの方がバッと100組織ぐらいがですね、いらっしゃって、でそれに対して自治体企業っていうのが、応援メンバーとして参画されていて、これも今今日の幹事会でももっとつながりを深めていこうっていうことがディスカッションに出てましたので、ぜひその産官学が今後ですね、スパイク親子21っていうのが一つ基盤になっていけばいいなと思っておりますし、そこをベースにつながっていただければと思いますので、はい、ちょっと長くなりましたが、そういったことでより良い社会というか、みんなが安心して産み育てられる社会につながっていくように僕自身もやりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。本当に非常に分かりやすくかつ熱いありがとうございます。病児保育に関する知識も高まったんですが、もっと大きくこの行政サービスのリデザインというですね、本来の今回のテーマについても学びが多かったかなというふうに、どうもありがとうございました。それでは最後にですね、ちょっと簡単に事務局の方からウェビナーのご紹介をさせていただいて締めとさせていただきますので、ちょっと3分ほどお付き合いください。私どもスマートシティインスティテュートでございますが、昨年の10月に設立した団体でございます。こちらですね、まず今日ご視聴いただいた皆様にはですね、後ほどアンケートが飛びますので、ぜひ忌憚のないご意見をいただければというふうに思います。それから今後のプログラム、それから過去の YouTube の動画はですね、こちらで配信しておりますので、ぜひご覧ください。私どものスマートシティインスティテュートでございますが、昨年の10月に設立された段階で、スマートシティの推進という目的の中での、先ほどの産官学の連携というお話ありましたが、まさにそれを推進するプラットフォームということでございます。で、いろんな活動をこれまで続けてきておりますが、今このウェビナー中心に活動を展開しているという状況で、いろんな有識者の先生方にもアドバイザーにご就任いただいて、このウェビナーにも随時ご登壇いただいているという状況です。で、会員制度でございますが、今280ぐらいの会員になっています。法人会員制度です。で、事業会社様は有料の年会費ですが、参助会員ということで無料の自治体であるとか非営利の法人様、大学等はご入会いただきますので、ぜひご登壇いただければと思います。それから個人でフォローという場合にはですね、Twitter、Facebook の方でフォローしていただきますと、いろんな情報を発信させていただきます。はい、で、今後のプログラムの予定でございますが、これは8月の7日お盆前でまでのスケジュールになっています。今日言いましたけど、明日ですね、ちょっとお休みではあるんですが、特別バージョンということで、新型コロナ支援情報ナビサイトの作り方という、ちょっと実践的なセミナーを予定しています。で、その後、来週もスマート
シティシリーズ、それから、サーキュラーエコノミーシリーズといった形で、続きます。スタートアップにつきましては8月5日に、次のスタートアップにご登壇いただきます。はい、ということで、今日も多くの視聴者の方にご参加いただきまして、非常に楽しい有意義な話ができたかなというふうに思っております。改めて、今一度でございますが、園田様どうもありがとうございました。ありがとうございました。それから杉原さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこちらで終了とさせていただきます。失礼いたします。失礼します。